川梨と呼ばれていました。でなぜ名前が変わったかには諸説あるんですが、一番有力とされておりますが、その昔、在宅の藩主の方が江戸に巡行に行くときに、この浜梨の花をプレゼントで持っていたそうなんですが、まあ、今で東北の方で、まあ、浜梨っていう感じですが、浜梨に置いちゃったんですね。それがそのまま間違えて広まったという説が濃厚なんだそうです。バラ科の植物で、肌に香を使っていると非常にいい香りがします。昔から香水の原料なんかにも使われてますね。さあ、そして、なんとかちょっと晴れ間が見えてきたでしょうかね。皆様の進行方向を右手